お世話になります、ひとりでございます。先日別の動画で朽田剣をウロボに入れたのですが、剣盾には朽田剣以外にもストーリー中で通常一つしか入手できない道具がありますよね。例えば厚底ブーツやメモリ系なのです。これらの道具は珍しくない上に朽田剣盾ほど重要でもないので注目されにくいですが、複数集めるには地味に面倒かと思います。そんなアイテムを4つずつ揃えてウロボに入れたらどうなるのでしょうか。合成して何ができるか私は気になりすぎて眠れなくなりました。多分同じ境遇の方は多いと思いますので、今回はストーリー中に1つしか手に入らない道具を4つウロボに入れたら何ができるのか検証していきたいと思います。まずはもうすでに以前の朽田剣の動画のために4つのデータクリア済みでございますので、まあそれぞれのロームで道具を拾ったりして、で交換しまくってこのロームにアイテム全部集めたいと思います。よし、数百回の交換を終えてようやく揃いました。これクリアするより地味に交換だけの方が辛いわ。最初はウロボでは生成できますが、今まではストーリー中に一つしか手に入らなかった道具を合成します。はい、じゃあやっていきたいんですが、生成できるかできないかの情報は撮影日7月11日の時点でのポケモン徹底攻略さんの情報を参考にした内容なので、今はちょっと違うかもです。その点はあらかじめご了承ください。地味に素材を集めるのが面倒なやつもあるので、ちょっと参考になるのもあると思います。まあこれはついでにウォーミングアップがてらみたいな感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ達人の帯いきましょう。5個持ってますが、ちゃいます。まあ、今回はねサクサクいきたいと思います。はい、これでどうなる。はい、レポート書く。頼む、来いよ。一発目いいやつ来て、頼むよ。来いよ来いよ。インファイトかいらねえ。マジか。いやー、これさすがに合成できる素材だからって、これはちょっとね、やっぱ割に合わないですね。技レコードばっかりになりそう。はい、貝殻の鈴4ついきましょう。うわ、滝登り、やべえ、全部技レコード。これちょっと労力の割に映えが足りなすぎだよこれ。はい、清めの札4つ入れていきましょう。あ、割れたポット、あーダメか、そっ、欠けたポットのがレアだもんね。まあそれもいらないんだけど別に。はい、お守り小判4つ投入していきます。剣の前、また技レコードかよ。あ、これってもしかしてあれ、技レコード00ってあるから、あれが小判を表してるってこと。そういうことか。はい、ゴツゴツメット、地味に強いアイテムですね。進化の奇跡、おい待ってよ。はい、次は幸せ卵で、これはまあ鎧のことになってからは複数手に入りますかね。まあ、あ、のしかかり、もう理屈がめちゃくちゃだよ。次は磁石っすね、これ4つやっていこう。アップグレード、あ、これはまあまあまあ悪くはないか、良くはないけどね。そんなに先ほどゲットした進化の奇跡入れていきましょう。激凛、マジか、これこそ何も関連性ないな。力の鉢巻き入れていこう。あ、ビルドアップ、これはまあ関連性はあるけど、関連性あるだけだよ。それが喜ばしいことではないからね別に。次は粘りの鍵詰めですね。これ使ったことないわこんなアイテム。花粉団子、なんで爪が団子になるの。次は万能傘ですね、これ入れていきましょう。あー、なんで避けるやつが出てきた。なんでこれループしてんじゃん、おいふざけんなよマジで。はい、じゃあ次は私の結構好きなアイテム、光の粉いきましょう。うわ、匂い袋、なんでこれ、もしかして光の粉の袋だけ合成したっていうパターン、そりゃ悲しいな。はい、じゃあピントレンズいきますよ。あ、願いの塊か、まあいいけど、でもこれ見合わないよ全然。はい、じゃあ次は精霊プレートで、これはレシピ見つかってないと思うんですが、一応ストーリーでは1個だけで掘り出し物でね、ただ手に入るので若干その定義とはずれますが、やっていきたいと思います。星の砂プレート砕いたってことこれ。で次は黒いメガネですが、こちらもストーリーでは一応1個でしか手に入らなかったですけど、鎧のことで手に入るようになったから実質2個手に入るんですが、まあ一応ねこれもやっていきたいと思います。星のかけら、なんで星、星がなんで続く、メガネから星のかけらっておかしいだろう。次はストーリー中に一つしか手に入らず、ウロボでも生成できない、もしくはレシピが見つかっていない道具を合成します。こっちの方がもちろんレアですからね、貴重なアイテム使ってやっていきましょう。はい、じゃあ次は厚底ブーツですね。別に必要なアイテムとかではないと思いますけど、これ地味に集めるの面倒なんですよね。そんなアイテムやっていきたいと思います。あ、ドリルライナー、なんでブーツがドリル、これガラル鉱山で手に入るやつですから、一応関連性はあるんですね。次は大きな根っこですけど、これも地味にねストーリー中1個ってのが受けますよね。なんか簡単に手に入りそうなやつではありますけどね。あ、白ヤブか、割とこれは悪くないんじゃないですか。もちろん4つデータ進めるほどではないですけどね。じゃあ次はフォーカスレンズですね、いきますよ。あ、ピントレンズ、なんでさっきのが出てくんの。やめてこれ、映えなすぎでしょ。はい、じゃあ次は防塵ゴーグルですね。これもストーリー中1個ってのが意外ですよねこれ。こらえる。あー、そういうことか、防塵してこらえろってことでしょ。一応でもこれ関連性あんのはすごいな、なんとなく。はい、じゃあ先ほどメガネもやりましたが、別のメガネですね、これは結構手に入りにくいということでやっていきましょう。スキルスワップ、もう
技レコード系はやめて。はい、じゃあ次は安らぎの鈴ですね。これなんか普通に合成できちゃいそうですけどね。今のところは多分見つかってないんですよね。まあこれで安らいでいきましょう。万能傘、さっきのじゃん。安らぎとは正反対の感情が湧いてきました。傘で安らげってことなんでしょうね、きっと。はい、じゃあ次はメモリ系いきますよ。こんだけ集めましたからね。これ交換してここに集めるの超大変でしたからね。まあやっていきましょう。これは期待してますよ。ファイトメモリー、まずはいきますよ。ポイントアップ。まあでもいらねえかな、これ。ちょっときついよこれは。フライングメモリー行きましょうか。まあこれ答え分かってますね。っていうかマジかよ、映えねえよ。うわ、ポイントアップだよ。私にとってはポイントダウンだわ、思う。はい、ポイズンメモリー行きましょう。はっきり言ってメモリーが一番交換で時間かかったら、もうこんな結果かよ。全部一緒かよ、映えなすぎでしょ。グラウンドメモリー行きましょう。うわ、ちょっと待って、ロックメモリーですね。一応やります。もう答えは分かってんだよ。次バグメモリーですね。辛いよ。ゴーストメモリー行きましょう。答え分かっててやる辛さ分かってほしいです、皆さんに。スチールメモリー行きましょう。いや頼む、なんか一つぐらい例外来てくれよ。ファイヤーメモリー行こう。おい、楽しませてくれ。まだこんだけあるしこれ辛いわ、映えなすぎて辛いわ。ウォーターメモリー行きましょう。はぁ、グラスメモリー行きます。ひぃ、エレクトロメモリー行きましょう。苦しいよ。サイキックメモリー行きましょう。悲しいよ。アイスメモリー行きましょう。私は今何をやってるんだろうか。ドラゴンメモリーですね。人生とは何なんだろうか。ダークメモリー行きましょう。いやまあある意味でダークなメモリだわ。じゃあラストフェアリーメモリー、これマジで来てほしい。ワンチャン例外あるぞ。でもはい、ゴミ。ということで検証結果、ストーリー中に1つしか手に入らない道具を4つウロボに入れたらそんないいやつできないでした。今回ご紹介したのは、特に後半のは攻略サイトにも載っていないものもあったので、一応新しい発見だったのではないでしょうか。でも合成後の道具がいいやつじゃなければ意味ないっすね。っていうかよく考えれば、欲しい道具って鎧鉱石とかくらいで、そもそも入手が面倒な道具を用意しても欲しいやつって一個もなくね。